ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はマルチリード奏者を紹介したいと思います。バリトンサックス、テナーサックスも吹きます。そしてなんといってもアレンジが素晴らしく、コンポーザーでもあって、また50年代初めから当時としてこういった音楽を作る人がいるんだなぁと思う奇才ですね。私の大好きなプレイヤーなんですけれども、私のチャンネルで数回、ご紹介してます。今日のプレイヤーはこちらです。ギル・メレという人です。ギル・メレ、ギル・メレのパターンズ・イン・ジャズというレコードアルバムです。このジャケット見てもお分かりのようにですね、彼の、スタイルとかですね、そういったものを表していると思うんですね。デザイン自体はリード・マイルスがしてるんですけれども、このギル・メレという人はまたデザイン、手掛けてるんですね。ブルーノートの5000番台では彼がデザインしたジャケットがいくつかあります。自分自身のもそうなんですが、5000番台にですね、10インチ版ですね、2枚彼は出しています。そしてこれは1500番台、これは1517ですね。ギルメレ、白人です。こちらに写っています。隣に写っているのがベーシストのオスカー・ペティフォードなんですが、ギルメレ、ブルーノートの1500番台には白人がですね3名しかいないんですね、リードプレイヤーとして。それはユタ・ヒップ、そしてギル・メレ、そして J.R. モンテロースという3名なんですね。このギル・メレの1517の前の15、16はですね、ユタ・ヒップのヒッコリーハウスのボリューム1、ボリューム2になってます。そして先ほども言いましたようにギル・メレ、それとわかるスタイル、聞くとですね、いわゆるハードバップとかですね、そういった感じではないんですね。またフリーとも違う、まあ、聞きようによってはフリーかもしれませんけれども、でもそのベースにあるのはちゃんと基本にのっとったジャズのスタイルなんですね。このブルーノート以外にもですね、ギルメレはプレスティジというレベルから、これまたもう彼らしい、スタイルですねでやっています。そして彼はですね、レコード出すときにですね、必ずそのサポート陣の中にギタリストを入れてるんですね。今日のお届けするこのレコードにもですね、ジョー・シンデレラというギタリストが入っています。ギルメレ、あとその当時のそのまあそれ以降もそうですけども、テレビの番組の音楽を手掛けたりとかですね、そういった人なんですね。もう病みつきになる私にとってはプレイヤーです。はい、それでこのギルメレ、この中から6曲やってるんですが、スタンダードも2曲やってます。4曲はいかにもギルメらしい構成になってるんですね。楽器の特徴も掴んでユニゾンをやったりとかですね、あとそのギターの使い方とかですね、非常に特徴のある人なんですね。ですけども今日はスタンダード
彼がスタンダードをやるとこうなるんだというプレーをですね、今日はお聞かせしたいと思います。ですけども、意外とこの崩さずにですねやってるんですね。ですけれども、その楽器の使い方ですね、それを注意してですね聞いていただければと思うんですね。それで今日はですね、バーモントの月もやってるんですね。ムーンライトインバーモント、それからロングアゴーアンドファラウェイという2曲ですねやってるんです。そして今日はですね、ロングアゴーアンドファラウェイという1944年の、ミュージカル、カバーガールというミュージカルがあったんですが、それをですね、その主題歌をですねお聞かせしたいと思います。聞けば、あ、この曲だなということがお分かりになる人もいるかと思います。とですね、ロングアゴーアンドファラウェイ、例えばですね、アートペッパーがインテンシティというレコードを出してます。そこでも彼は吹いてますし、ジェットベイカーもシングズアンドプレイズでやっています。他にも、ボーカルの人もやってます。いい曲です。ではロングアゴーアンドファラウェイをお聴きください。ジャズはいいよ。